よ、いらっしゃい。グランセルに向かう遊撃士さんご一行だよな。あ、うん、そうだけど。キリカさんからすでに運賃はもらってるぜ。早速乗船手続きをするかい？手続きをしたら船が来るまでここで待った方がいいわね。もうツァイス地方でやり残したことはないかしら。それじゃ、用が済んだら遠慮なく声をかけてくれよ。おっと、乗船手続きをするかい？よし、来た。それじゃあギルドに連絡して他のお仲間も呼んでやるよ。エステルさん、またお散歩ですか？うん、まあね。クローゼたちは早速親睦を深めているところ。そうなんです。ジーク君とも仲良くなったんだよね、ジーク君。ミュウイよかったわね。あ、それとクローゼさんから学園祭の話を聞かせてもらったの。お姉ちゃんたち、お芝居で騎士を演じたんでしょ？まあね。これでも私たちの騎士装束、かっこいいって評判だったのよ。わー、いいなー。私もお姉ちゃんたちの劇を見たかったよ。来年の学園祭は、ぜひ遊びに来てくださいね。歓迎させてもらいますから。お父さんたちも帰ってくるし、おじいちゃんに相談してみよっと。でもそうなると来年もエステルさんたちには出演を頼まないといけませんね。さすがにもう一度はちょっと勘弁してほしいかな。そういえばティータのお父さんとお母さん
仕事で外国に行ってるんだっけ。うん、オーブメントの普及してない国に技術指導しに行ってるの。もう2年近く帰ってないかな。結構長いわね。手紙のやり取りはしてるの？うん、月に一度ね。この前お姉ちゃんたちのことを書いたら返事が返ってきてね。よろしくって伝えてくれだって。そっか。ところでティータのご両親ってどんな感じの人たちなの？お母さんはやっぱりティータに？どうなのかな。性格はとっても元気でパワフルな感じかな。すぐにおじいちゃんと取っ組み合いの喧嘩をしてたな。取っ組み合いって元気なお母様なんですね。あ、別に仲が悪いってわけじゃないんです。お父さんはあれも親子の愛情表現だって言ってました。そっか。それじゃあお父さんはどんな人？物静かでがっしりとした人なの。10年くらい前まで遊撃士をしてたんだって。え、そうなんだ。怪我が元で辞めてから設計技師を目指したんだって。結構有名だったってお母さんが言ってたけど。へえ、そうだったんだ。帰ってきたら二人とも会ってみたいわね。うん、紹介したいから帰ってきたら遊びに来てね。クローゼさんもその時にはぜひ遊びに来てください。はい、喜んで。はもちろんジーク君もだよ。なんだか私も先生たちに手紙が書きたくなってしまいました。今頃どうしているのかしら。今頃。そういえばお姉ちゃん、どうして飛行船の甲板の上が風が穏やかなのか知ってる？風が穏やかってそういうものだからじゃないの？本当ならこの速度と高度だとすごい風が当たってるはずなの。おしゃべりはもちろん立つこともできないんだって。そうなんだ。つまりそれを可能にする何かの仕掛けがあるんですね。はい、船を空に浮かせる飛翔機関の副作用なんです。この機関が働いている間は重力に反発するフィールドで船全体が覆われるんですけど、そのフィールドが風と慣性の影響も和らげてくれるそうです。クローゼ、わかる？半分くらいは。でも飛翔機関を動かすにはたくさんの動力が必要になって、そのために必要なのが高出力のオーバルエンジンなの。なるほど。飛行船の性能を決めるのがエンジンってそういう意味ね。そういえば今度アルセイユ用に開発された新型エンジンはかなりすごい性能みたいですね。はい、性能表を見ましたけど今までと段違いって感じでした。開発チームと整備班の皆さんが頑張ったおかげだと思います。そうですか。ユリアさんも喜ぶでしょうね。そういえばこの前オートで初めてアルセイユを見たけど、とっても綺麗な船だよね。また見られるかな。そういえばThank you.
やあ、エステル君。このオリビエ・レンハイムの独創会にようこそ。何カッコつけてんだか。それよりもこんなところで楽器を弾いちゃってもいいの？それ、遊撃士が人を、軍人が国を守るのが仕事であるように、僕のような芸術家は湧き出るパトスをその場で形にするのが仕事なのだから。一応客室係の人を丸め込んで許可は取ったみたい。好きなように弾かせときなさい。うわぁ、シェラ君、随分と釣れないじゃないか。せっかく誘った温泉旅行もすげなく断ってしまうし、僕は君のためなら喜んで酔いつぶれる覚悟があるのに。まあ暇だったら考えなくもなかったけどね。それはともかく、酔いつぶれるまで飲めだなんて無茶は言わないわよ。ただ私と同じペースでゆっくりお酒を楽しんでほしい。私が求めるのはそれだけね。あのね、オリビエ、シェラ姉には自覚がないのよ。自分がどれだけ底なしで無茶なペースで飲むのかって。何を失礼ね。でもまあ、私を口説くならそのくらいの覚悟は欲しいとこね。これでもアイナよりはハードルが低いと思うわよ。か、彼女の話はやめてくれ。あの時のことを思い出しただけで未だに軽くめまいがするんだ。無理もないけど。一体何があったのかしら。シェラ君はまだいいんだ。底なしとはいえ顔も赤くなるし酔っ払いの言動になるからね。だがアイナ君はいくら飲んでも変わらないんだ。それにまんまと釣られて勧められるまま杯を開けると、これ以上は聞かない方が良さそうね。それにしても王国軍からの相談事か。わざわざ王都に呼ぶってことは内密にする理由でもあるのかしら。結社の動きも気になるし、しばらくは気が抜けないわね。
ジンさん？おう、エステル。どうした？俺に用か？あ、ううん。特に用事はないんだけど、考え事してたみたいね。ああ、昔のことをちょいとな。それってやっぱりあのグラサン男のこと？ああ、最後に別れてから6年、長いようで短かったと思ってな。そうなんだ。あの男ってジンさんの兄弟子に当たるんだったよね。どんなタイプの武術家だったの？そうだな、一言で言うと天才だった。圧倒的な格闘センスと反射神経、パワーとスピードを併せ持つ肉体、そして爆発的な気の使い方、どれをとってもズバ抜けていた。確かにあの動きはすごかったわ。単純な力と速さで言うならあのロランス少尉以上だったかも。そうかもしれんな。道場にいた頃、俺はあいつの強さに憧れていたものだった。6年前、あいつが師匠である龍河先生を手にかけるまでな。自分の先生を？と言ってもお互い納得しての試合でだ。先生は随分前からあいつの心の闇を見抜かれていた。己の圧倒的な力に酔いしれながら、そんな危うさをたしなめ、ことあるごとに武術の心を解かれた。戦いを通じて精神を高め合う太斗流の活人剣の精神をな。活人剣、なんだかかっこいい響きね。だが結局その精神はバルターには届かなかった。そして奴は見入られるように武術の暗黒面に入り込んでいった。武術の暗黒面？武術が戦いの技術である以上、決して否定できない面の極み。己を鬼とかし、相手の命を刈り取ることだけを目的とした剣、すなわち殺人剣だ。そしてそれを追求するため道場を出奔しようとしたあいつに先生は試合を挑み、死闘の結果命を落とした。俺は試合の見届け人として眺めていることしかできなかった。ジンさん。まあそんな事情があって俺はずっとバルターの行方を探し続けていた。それがまさかこのリベールで再会することになろうとは。これも女神の導きかもしれんな。おっと、悪い。つまらねえ昔話を聞かせちまったみてえだな。ううん、聞かせてくれてありがとう。でもジンさん、あの男を探しているのはお師匠様の敵を討つためなの？さっきも言ったように、お互い納得しての試合の結果だ。敵討ちってのは筋が通らねえさ。そっか、そうだよね。でもそれじゃあどうしてあの男を探してるの？ああ、確かめたいことがあってな。確かめたいこと？言葉に出しちまうと照れくさいからやめておくぜ。いずれにせよ、それを確かめるには俺もまだまだ未熟すぎる。お前さんに協力することでせいぜい修行させてもらうさ。そっか、わかった。私もジンさんの足を引っ張らないように頑張るわ。お、お互い精進しようぜ。
ば、あの男とジンさんの関係は大体分かったんだけど、そこでキリカさんはどう関係してくるわけ？ああ、詳しくは話せないが、一つだけ言えることがある。キリカはな、亡くなった龍河先生の娘だったんだ。ああ。今はそれで察してくれ。いずれあいつの口から話を聞くこともあるだろう。うん、分かった。お待たせしました。まもなく本線は王都グランセルに到着いたします。着陸の際多少揺れますので、お早めに座席にお戻りください。また王都に戻ってきたわね。何はともあれ、まずはギルドに行こっか。ええ、軍の相談というのをエルナンさんから聞きましょう。そういえば今日は発着場にあの白い船が止まっていないね。確かアルセイユと言ったかな。え、あ、本当だ。確か王家の巡洋艦だったか。どこかに任務で出かけてるんじゃないのか。アルセイユはちょうどレイストン要塞に行っています。そこで完成したばかりの新型エンジンを搭載するそうです。あ、整備長さんたちも攻防戦でレイストン要塞に出かけたって言ってました。へー、そうだったんだ。ってことは、あのかっこいい船がさらにパワーアップするのよね。どんな風に変わるか楽しみかも。エンジンは交換するだけだから外装は変わらないと思うけど、でも間違いなく世界最速の船になるはずだよ。皆さん、よく来てくれました。ルーアンとツァイスでの報告書は読ませていただきましたよ。本当にご苦労様でしたね。うん、結社にしてみれば小手調べだとは思うんだけど、仮面男もサングラス男も本気を出してなかったみたいだし。それでも結社が現実に動いていることが分かっただけでも大きな収穫と言えるでしょう。今後は王国軍との協力もスムースにできると思いますよ。で、その軍の相談というのは一体どういうものなんですか？やっぱり結社関係かしら。それなんですが、どうも通信では相談しにくい内容らしいんです。ですから直接軍の担当者が来て事情を説明してくれるそうです。うん、通信では相談しにくい内容か。ひょっとしたら盗聴を警戒しているのかもしれないね。盗聴？その可能性は高いでしょう。動力通信は便利ですが、傍受される危険もあります。ギルド間の通信であれば盗聴防止用のスクランブル機能が使えるんですけどね。その盗聴防止の機能は軍との通信には使えないんだ。軍は軍で独自の通信規格を採用しているので無理なんです。通常更新しかできません。そうなんだ。うーん、どうせだったら同じ規格にしちゃえばいいのに。ま、協力しているといっても一国の軍隊と国際的な民間組織だ。情報保全の独自性は避けられんさ。
でもエルナンさん、あなたの方は軍の相談について何か見当がついているみたいですね。わざわざザイスから私たちを呼んだりするくらいだし。おや、見抜かれましたか。これは私の読みですが、どうやら不戦条約に関する話である可能性が高そうですね。不戦条約、それって最近いろいろなところで耳にしてるけど、具体的にはどういう内容の条約なの？女王陛下が提唱されたリベール、エレボニア、カルバードの3カ国間で締結される条約なんです。国家間の対立を武力で解決せず話し合いで解決すると謳っています。え？それじゃあ戦争がなくなるってことなの？いえ、強制力はありませんからなかなか難しそうですけど、それでも抑止力にはなりますし、国民同士の友好的なムードにつながるとおばあさまは考えていらっしゃるようです。そっか。さすがアリシア陛下だ。いい目の付けどころをしてらっしゃる。三つの国が仲良くできるきっかけになるといいですね。その不戦条約が来週末にエルベリ宮で締結されます。外国の要人も集まりますし、メディアにも注目されるでしょう。そんな状況で、もしも結社が何かを企んでいるとしたら。確かにシャレになってないわね。結構シビアな話になりそうね。それで担当者が来るまで私たちはここで待てばいいの？そうですね。約束の時刻まで時間はありますし、自由になさって結構ですが。おや、失礼。こちら遊撃士協会グランセル支部です。はいはい。おお、なるほど、そうですか。確かにそれは困ったことになりましたね。少々お待ちください。もしかして王国軍から？いえ、エルベリ宮からです。何でも観光客の子供らしき迷子を保護したそうですが、保護者が見つからずに困っているとのことです。あらら。まあ、その子の保護者を見つけてほしいとの要請なんですが、軍の担当者が来るまで時間もありますし、協力していただけませんか？そりゃもちろん引き受けさせてもらうわ。シェラネもいいよね？もちろん。早速離宮に行きましょう。助かります。ええ、ちょうど手の空いた遊撃士がいたのでそちらに向かわせます。あなたのお名前は？それではお待ちください。エルベリ宮に勤めているレイモンドさんという執事がその迷子を預かっているそうです。離宮に着いたら訪ねてみてください。うん、わかったわ。で、レイモンドさんってどこかで聞いたことある名前ね。あの若い執事じゃないか。離宮解放の時にカウンターの下に隠れていた。そっか、ナイアルの友達だっていうあの人か。お知り合いならなおさら話は早そうですね。それではよろしくお願いします。